クライマックスシリーズ当たっているスコアです。いい当たりだ、レフト見上げた、入るのか、入った、なんと9番の細川がホークスファンの思いを乗せた打球をレフトスタンドへ突き刺しました。まさかの細川の一発、3対0、ホークスがリードを広げます。シリーズ4発打った中田の頭上をはるか上を越えていきました。いやー、まさかの細川の一発でした。あー、まっすぐ1本でしたね。ナイスバッティングでした。はい、まっすぐ1本、細川がホームランを放ちました。ソロホームラン1点を加えて3対0としています。まあ、4番の一発というのも効果ありますが、この下位打線の一発っていうのはまた効果が違う、効果があるんじゃないでしょうか。まあ、効果というよりかも、まあ、細川が打った時点で、ベンチとしては非常に雰囲気が盛り上がるような形のホームランですね。はい、まあ、特にキャッチャーですから、まあ、これからリードもされてくれるといいですし。そうですね。そして小木山監督は渋い表情を見せています。2番手の鍵谷が細川にホームランを許してしまいました。この辺りのね、やはりそのホームランというのは、まあ、鍵谷もそうですけど、監督もやっぱりこう計算外だと思いますね。そうですね。昨日はなかなか取れなかった追加点、今日はホームランで取りましたホークスです。柳田は空振りの三振に終わっています。ワンアウトランナーはありません。いや、本当に細川はシーズン通して5本のホームランを今年放っているんですけれども、まあ、一番いいところで打ってくれた感じがしましたね。まあ、ちょっとやっぱりね、重苦しい雰囲気になりかけたところをね、やはりこういうふうに通過点なんですからね。そうですね。思いっきり右拳を突き上げました。そして内川もこの表情でした。